Who dares to enter the mayhem? Chip Zap.サミットくん、まさかのカード忘れ。出てくるは陽介アクセルですな。この対決はね、見もの。見たことないよね、みんな。で、わかんないですけど、もしかしたらトモレオくんが来るかもしれないって言って、トモさんね、来るって言ってたから、トモさん対サミットくんもちょっと楽しみだよね。今作のサミットくんは僕初めて見たかもな。 DS 対空めっちゃ減るよ。これはね、でもサミットくんからしたらいつも通りって感じだからね、驚いてない。さあチームメイトもね、ロックスと組んでるから優勝候補筆頭だよね。サミットくんのチームはロックス FABヨスケさんもね、団員関係なく入っていくから仕方ない。ジャディ今作はね、ハイタカ違うんだよ、サミット氏。とりあえずガード、さあ置き攻め、キキャン絡めてワープして置き攻め取ったぞ。弁天様で切り返す、昇竜拳、強気行動が売りのサミット。これは死ぬのか、珍しくミスってアルファブレード。はあ、今ねトモレオが早めに来ることが確定したっぽい。ジャンディ足払い、ジャンハイ重ねて少しずつね速度が上がっていくサミット。キンスタイクウォンバーからチップからしたらこれはまだ減ってないんですな。置き攻め、弁天読んで、弁天弁天死んだよね。ジャンハイ、シャガハイ、弁天空振って、おお、なんというアルファブレード。あー、サミットのターンだな。おい、さあ5割ゲット、デッドアングル失敗。うわー、勝負うまいぞ。さあ置き攻め打っていった、降りてこい、降りてきた、死んじゃう。おーと、やっほー、五分状況だよ。足払いワープして、これが強い、うまいバックスで距離を取る陽介アクセル。ワンチャン掴んだ、バースト成功、弁天弁天引っ掛けたぞ、ピックダッシュ入った、
足払い、ジャンハイがヒット。これはおっとミスった。キキャン足りるか、森で殺しに行く。ジャンディ最初からいい勝負。てめえは俺が走るより早く後ろに下がれんのか。ない。 Here comes the daredevil。そうですよね、アインマン対ねサミットチップ初めての時は AC かな。で僕その場にいたんですけど、3試合でダメージを奪ったのがスタンエッジだけ削り一発分、置き攻めだけで死んでいったアインマンをね僕は見てたよ。懐かしい。サプライズ。シャガー、はい、 SS 早いなサミットくん。ACPR の時はね結構アクセルが当たらなければどうということはないのだよっていうチップのやっぱ当たりですよ全然。はい、実はアルファブレッドから鋭い攻め、見えないから解説はできず、蹴り上げてアルファブレード、どっち、おお何、そういうこと知らなかったね。打つのが九州勢なんだな。さあジャンハイ、あー見えん、新しい置き攻めも用意してるぞサミットチップ。前はい結構ダッシュでござるよ。でもね一回引っかかった時のこのダメージ、前はい殺しに行く。アルファブレードキャン、なるほど火力十分減りますね。あ、まだ伸びる。あれからまだ減るっぽいですね。アインマン帰りたくないって言ってるよ。帰らなくていいよアインマン、今日は休みますアインマン ジャンディカウンター、テクダッシュ、アルファブレードからK、足払い、マイケ引っかかったよ。
今んとこサミットくんの速度が上回ってる感じかな。素晴らしい。カード忘れちゃったらしいよ。レオ、あ、トモさん来た。トモさんお疲れ様です。トモさん、いい、いきなりチップいますよ。これは俺も見たいし、ジョニオさんも見たい。すごい、僕もあ、トモさんだってニコニコしたんですけど、ジョニオさんもニコニコしてた。リスペクト、トモレオ。僕ね、一回トモさんとチーム組んで、あ、この人だなって思った。連戦、今日は久しぶりに、あ、久しぶりでもないな、やり込み始めたサミット君をおもてなしだぞ。僕もね、結構数はやってて、今はね、まだまだ木曜の夜遅くまでやるつもりなんで、少しだけ喋ってサミット君をパフニールでおもてなしして、レオでもおもてなしして、アインマンがやられて間々で、弁天、おっとカーストを見える。そんなバカなサミット氏、成長したな。アルファブレード足払いから、ここはたまらずバースをまだ追いかけるのか、しっかり取って、今日はね、まあソルいて、アクセルいて、まあカイ、ここまではね、まあ確かに強キャラも強いけど、まあまあなところにトモレオが来たことによっていいスパイスだよね。このレベルは多分やったことないだろうからな。立ち合い、あ、4試合を聞いてジョニオさんもやる気。そう、勝てるときにね、勝ちたい。 あ、なるほど、あります、あります、そういうの割り切っちゃいますからね。マイハイ、立ち系、下ピー、マイハイ殺しに行くぞ。消えた、じゃあハイからサミットが止まらないぞ。うん、シャワーハイ仕込んで、うん、見えない。あー、さすがの実力。てめえは俺が走るよ。なんで2回言ったの、ジョニオさん。面白い。ジョニオさんが今、アイマンが壁に張り付いたらみんな裏だよって言ったら、ジョニオさんも同じこと言って、まるでジョニオさんが助言したかのように。今日も帝は平和です。足払いじゃないや、減るぞ。アルファ、ベテン様ラストはガードして、しっかり低空ダッシュ、おっと消えた、割り切って Z。 そう、サミット君の調子が少しずつ上がっていく。減るな、弁天様、画面端どこ見てんだ。 3P 降りてこい。なに、からハハハハ。久しぶりにサミット組見たけど当たんないな。前ハイヒット、対空取って、さあワンコンボ圏内か、弁天からぶってシャガーハイカウンター、美味しくいただく。
連戦あードッカン上から重ねてダッシュが速い強いぞジョリオさん面白いで距離感かな、あとセコンドのアインマンがもしかしたらいい味出してるのかもしれない。判定レオの牽制強いんですけど、その距離にいなかったですよね。ちょっと前でガンマブレード振って、で相手がちょっと打ってなってるところを店員から攻めてる印象かな。まだの試合ですよ。全然さあ僕の推しメンの一人の陽介アクセル、ちなみにもう一人の推しメンはリオンカイね。ジャイアンス下 B 足払いからいいダメージ。さあ分かんない、どっち裏ん、どうなったんだ流れは。サミットチップでかっこいい、うん、久しぶりに見るサミットチップかっこいいね。フライナーペイン、やっぱサミットくんはね来てやり込んでくんないとね、主役になれる人。早い早い、しかし捉えたら体力一気に並ぶ。ハラスト、サプライズサプライズ、さあ驚きのダメージか。将軍連戦危険、マイハイがヒット、クルナイ失敗あるで。サイエンスで下エスかな、暴れて前はい前はい、何か引っかかれば。 ACPR の時ね、あの前はい食らって何人もの猛者が死んでったんだよね、アクセル相手に。懐かしいな。立ち合いカウンター、待て、うっ、ここはもう取ったでしょう。少しずつ加速している。消えて足払いサプライズ、うー自由気まま、これぞチップ、パース失敗からの、さあ中央体力が減っている。何どっちなんだ、これは逆に陽介アクセルが初体験か。投げて KPPPP、 早くて捉えられない。しっかり殺す連携を備えて、帝に来るってことは手土産を持ってきてるっていうことかな。ネタが豊富ですよね。見たことないのがこのタイミングで来るかって思っちゃった。もう稼働してから立ってんのに。 3P から入った陽介アクセル、アクセルいけるのか。チップはジャンエスを透かして投げが入った、ドッカン決めてクナイ投げて、
画面端、奪ったのはチップ、足払い追撃決めて、ここはバーストを使わせるか、我慢するサミットチップ、前に出た、これは使わせることに成功、暴れた、これは確定か、うーん判断ミスか、ガンマブレードをとがめて、めっちゃ減ったよ、これぐらいの減りはサミット君は全然ね、勝敗カウント KKKS 張飛につないで、本当に見えない、死ぬ、火力が高い、あっちゅう間の2本ハイタカは天位から、ここは半角、なんという怖い連携、殺しに行く陽介アクセル、勝負、お前ハイヒット、空中投げワンセットよ、ジャイアンツからマイハイ、中段が見えず、ここは陽介アクセル、S 連戦ダウン奪うことに成功、切り返していく、テイクダッシュ、画面端は逃げたい陽介アクセル、おいしい、しっかりバースト見てるかロックス、お前のチームメイトちゃんとバースト打つね、 SS 見えないから金バーして、ドッカンドッカンで決めて、さあダウン奪った、デッドアングル見てるかロックス、安全に攻めるで、アルファをとがめて曲げ、勝負タク取り返す陽介アクセル、最終ラウンド店員から入ったサミット、うますぎるぞ、捕まえた、必要なまでのジャンハより、アルファで体力リードサミット、来ない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 、マイピー霊撃、3K マイ K か、引きゃん、体力リードはサミットチップだが、1回当たればごっそりいくよ、早速ごっそり B 連戦キャンツ、さあどうする、バースト失敗、もうちょい遅くて金バーしたかったんだろうね、見てるかロックス、バースト失敗したで、テイクダッシュ入って見てるかもういいよねじゃあはい、あらよマイケーカウント、体力を大幅リードの陽介、入ったかをとがめて、何、え、これは見えん、誰もやったことない置き攻め、さっきねレオ分からないよっていう感じだったけど、
僕らもこのチップの置き攻めは初めてだな。弁天、弁天、勝利拳失敗、コンボを決めて画面端、これでダウンが取れるよ。ヘッドアングルは失敗して、ならば昇竜拳、上に逃げるサミット、前 P 前ハイ、 B 車がハイ仕込んで、さあ置き攻め入っちゃうか、さあ連戦キャン前 K アルファ早い、立ち合いカウンター、トゥーレイ消えて消えて、シャガハイ撃撃、ジャンディーダウン、 KP S 下 S、 シャガハイ消えて、トゥー投げができず、バースト読んで、ゲージはたまらないがいいダメージ、押し付けるサミット、上からかぶせてダウン取った、昇竜読みだが、うますぎる、やはり。いやー見応えあるね。出てくるわ、陽介アクセル、見てくれこのサミット、生き生きしてるだろ、知ってるキャラ、ダッシュも鋭くなる、ここでバースト、ロックスさんのネタを知らない、まさか知らん人がまだいたか。ロックスさんはですね、九州勢随一のバーストの使い手、当たった試しなし。もうね、一部だとロックスバーストと有名ですよ。 KPP 投げて、分かってると思うけど、僕とロックスはかなりチームも4年ぐらい組んでるぐらい仲がいいですけど、S 連戦、 K 下 B、 シャガイス前ハイカウンター、バース失敗、いいぞサミット、わかりやすいじゃないか、ここからまさかあるぞ、これはある、パスを投げて、これありそうな流れ、粘れるか陽介、デッドアングルも失敗、投げるか弁天様、最後はこれ入ったか、いやーすごかったね、サミット君あそこからまくれそうな雰囲気出すのがすごい、足払い連戦、前ハイ、おいコメント、さすがに突っ込むぞ、ハイタが入ったか、貴様もう一回俺の前に行ってみろ、お前この野郎、ちょっと面白いじゃねえか、 B から前ハイ、ジャンハイ、
弁天をこすって先にリーチは陽介アクセル、少しずつサミットチップの速度にもついてこれるようになってきた。中段ガードをおいしくいただこう。 B、 しかしね、やっぱ知ってるキャラの時のサミット君のこのダッシュのキレ、被弾が怖いのを恐れず、おっとバーストに期待したのは俺だけじゃないはず。盛り上げていこうナイスバースト S、 タッチ B、 さあピンチのサミット、うまい、ゲージある、デッドアングルめくって、じゃあはい、ゴールが見えてきた。もう一回か、弁天失敗。すごいよね、ダウン取られたらありそうな雰囲気するからね。先ほどしのいだサミットチップが勢いを取り返して投げも決めて、速度が加速しているか、アルファスローおめえが速すぎんだよ。うー、なんだ、一気に、ま、持ってって、わかんないと一言陽介、うまいね。